はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。R です。トゥームレイダー4を喋りながらプレイの続きですね。よろしくお願いします。はい、寝ていきましょう。ここね、ほい。ほい。ほい。こんなもんでいいっすかね。よし。いいだろう。相変わらずララさんの目が、ね、緑に光ってるところは置いといて。ここは何ですか？ちょっと待ってね。走っていくのか？それとも降りていいのかな？ちょっとわかんねえな。怖え。うわ、構えてるかのかどうかもわからねえ。うわ、これきつい。これきついわ。で、コメントありがとうございます。ここなんかやばいっていうか、本来まだ来れない場所らしいですね。あ、戻ってきちゃった。飛ばないといけないのか。そう、なんだな、なんつうんだろう、なんかそういうやっぱ加速できるアイテムを持って、改めて飛ぶべき場所だったらしいんですよ。あれ？ここ？あ、俺飛ぶ場所間違えた？あ、こっちか。あー、シークレット。そう、ここはね、来ても来なくてもどうでもいいみたいなことを言われたんで、一抹の不安をね、覚えたんですけども。なんだこれ。まあ、後で全部確認しましょう。もうちょっと。OK。これで、はい、ああ、本当にこれキャンセルが効かないっすね。キャンセルっていうか。ねえ、不器用な人です、この人も。でだよ。俺どうやってこれ戻りゃいいの？またバイクにさ、乗って戻るんですか？俺それがちょっとさ、心配なんだけど。無理じゃね？っていう。これか。スーパーフラッシュ。そう、俺戻れんのかなっていう心配がさ、あるんだけど。バイクに乗ってさ、半ばなんか、ね、無理やりここ来ちゃったんで、帰り、大丈夫なのかなっていう感じなんだけど、どう思いますか？多分ね、俺無理くさいなと思ってる。絶対無理でしょ、ここ。どう考えたってね、無理なはずなんだけど。何ですかこれ。もう俺爆発して死ねってことですかね。マジですか？嫌なんだけど。結局、その加速器っていうものを手に入れなければ、ここに来る必要なんていうのはないということですよね。まあ、いったね。わかった。じゃあ、ね、別のコメントをいただいてたところをちょっと行ってみましょうか。はい、この辺ですね。ね、奇獣先輩はもう無視してここに来たんですけども、ここはやっぱ飛び越えられるらしいんですよ。飛び越えるっていうか乗れるらしいんだけど、どこかにね、やっぱジャンプ台があるらしいんですよ。てか、俺全然見当がつかないけど、ここじゃないの？違うの？違うみたいですね。ここのことを言ってるのかな？飛べないよね。じゃ、これ？なんかもうあからさまにジャンプ台ありますよっていうコメントあったんだけど、あからさまなジャンプ台がね、わかんないんだよ、ここのことを言ってるんじゃないのかな？まあ、俺にしてみればここはあからさまじゃないんだけどね。見て。この辺か？あ、乗れた。で、お、お、
よし、いいぞ。よし、かなり力押しだったか。うわ、やばい、暗い。これバイクで、ちょっと、行った方がいいですかね。あんまりにもちょっと暗すぎて、何にもね、ならない。バイクでね、人引いちゃえば、弾の節約にもなるしね。まあもう節約する必要ないと思うんだけど、ここ。こっちは何もないと。あ、やばい。このゲーム U ターンできない。ああ、力押しができない。頑張れ。よし。ちょっとゆっくり行きましょうね、ゆっくり。どうせまた爆発するんだろうから。あ、バイク終わった。あれ？バイク終わった？え？終わっちゃ困るんだけど。どっか開かないとまずいよね、これ。大丈夫かな？よっ。水か。やばい。何にも見えねえよ。あかんな、これ。あ、こっちか。よし、敵は？ああ、違うんだ。持ち帰らないんだ。よし。で、ちょっとまあ、いいや。双眼鏡を使って敵を、見なさそうかな。上も何もないもんね。じゃあ、ちょっと回復して、構えて、いきましょう。どうせ出てくるんだからな。頼むから、機銃だけはちょっとやめてほしいんだけど。あ、コウモリ。はい。痛い。はい、ごめんなさい。ただ、このゲームのコウモリは弱い。ね、別の。まだいる。ね、別のゲームのコウモリはね、ものすごい強いんだけど、このゲームのコウモリさんは弱い。確信。そしてフレア。やった。で、お、ワイドショットの弾か。ショットガンは、どうなのかな？弾の事情は、ノーマル、ワイド。同じですね。同じっていうか、まあ、どちらも使える感じですかね。何の音だ？なんか聞こえるんだけど。ここなんだ？気をつけろ。扉が開きそうですね。まだここに下があるようだが、ちょっと暗すぎるよ。滑る、まずい。こういう場所には大抵ね、人殺しのトラップが仕掛けられているはずですが、そんなことはない。お、あ、来た。最強の武器。と、なんだこれ。と、人間。お前、起き上がるんじゃないぞ。そういうゲームじゃねえからな、これは。違うからな。決して起き上がる武器じゃねえからな。武器じゃねえ。そういうゲームじゃないですからね。お兄さん、食べますよ。リボルバー弾薬。30発。不安の残る、弾数ですね。で、ここシャッターとか網かと思ったら違うんだね。普通に進んでいけるようだ。ということはだ。これさえあれば、この奇獣だっけ？上のね、奇獣兄貴をやっつけられるんだけど、まあ、やっつけたところで俺の謎は多分解けないだろうけど。どうすんだこれ。入っちゃっていいのかな？なんかサメとかいそうなんだけど。流されるままに。俺進むしかない。さすがの俺もフレアを解くしかないか。上は？あ、上もある。マジか。どうする？もう行っちゃうってか、近場。よし。ね、近場を選ぶのは罪ではない。なんだって近い方がいいぜ。覚えとけ。ここは、なんだ？
降りていい？ああ、ここか。ではどうするべきなんだ？まず流される。下に行く。フレアを焚く。で、これ左に、あれ？左に何もない。あら？あ、出口がここしかない。お、我々調査団は何をすればいいんだ？お、どういうことだ？落ち着こう。何かあるはずだ。レバー的なもの。もしくは、何だっていい。ここを打開する。何かがあれ、あれ、ない。あら。でもね、ここ流されてるよね。進める？あ、ダメです。進めない、進めない。あ、わかったわかった。ということは何？戻るしかないの？戻れる？いや、戻れないよね。あっと、やっちまった。ここだけなんか壁が違う？あ、壁にぶつからないってことは、進めそうな場所ではあるんだけど、ここもなんかエレベーターっぽいんだよね。何かすると飽きそうだな。お前、何か知らないか？なんか持ってるかな？ちょっと漁ってみる？これまたさ、ちょっとシビアだからさ、近づかないと、ね、特定の場所に行かないとね、物を拾ってくれないとかありそうだからな。例えばね、こっち奥に行かないといけないとかさ。あ、何もない。我々はどうすればいいんだ？詰まった。まずい。よし。じゃあ、落ち着いて。落ち着いてないでいられるか。どうする？迷ったら上。つっても運転はできない。ここが開きそうなんだけど、開かない。レバー、スイッチを探さなければならん。が、いやー、わからん。ここ難しいね。行ったり来たりとかそういう次元じゃなくて。えいし。えい、えい。あ、こうか。なるほど、なるほど。いいですよ。幸先いいですよ。久々に R の注意力が光ったな。OK。ああ、だからね、あまりにも真っ黒。なんだあれ。どうやっていく？これ。無理やりか。で、な、な、な、あれ？ちょっと、お前邪魔だよ。なんだ、俺を邪魔するのか。許さんぞ。クーラーやがれ。うっそ、マジか。どうすんのこれ。えい、バール兄貴。おおおおお、マジで、マジで。え、ちょちょちょ、なんか、待ってね。スイッチやった、スイッチ。よいしょ、よいしょ。はい、降りる。で、こっち、飛ぶ。レバー、あれ？あ、これレバーじゃねえ、ただの網だ。あ、やばい。よご、よぼ、やばい、やばい、やばいよ。俺、よぼよぼになっちゃう。あ、死ぬ。頭がおかしくなって死ぬ。
違う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 、落ち着こう落ち着こう、ダメさん落ち着こう。ここ十字架とかあったっけ？ちょっとこれまずいだろ。おお、扉開かねえし。マジで？ちょっと。こんな幽霊出して終わりとか、マジ勘弁してくれよ。え？あ！凍ってない。が、霊は消えたのか？どういうこっちゃ。で、16分か。まだまだいけるよ。まあ一応難は逃れた。あーっと、難は逃れたみたいだけど。これからどうすればいいの？なんかこれ床凍ってるみたいだけど。あれ？どういうことなの？僕にはさっぱりわからない。だから一つわかることは、これでレバーがなんとかできるとね。よし、新しい敵は？新しい敵はいない。その代わりメディバッグもない。頼むよ、柱さん邪魔です。メディバッグ、ダメだ、どこにもない。この部屋はクソだ。よいしょ。じゃあ、とっととレバーじゃねえや、開いた扉の先に行きましょう。この扉の向こうに答えがあるんじゃないか。気をつけよう。変なのが、ねえ、これから、じゃんじゃん出てきてもおかしくない。そういうゲーム。いない。クリアリングは怠らないっていうか、まあ、そういうゲ、あんまりそういうゲームじゃないんだけどね、これ。お、メディパックだ。うほ。暗くてもわかる。安心のメディパック。あるのはそれだけか。あと扉か。よし、じゃあ先に進んでいこう。暗すぎる。よっと、こっちか。どっちが正解だ？こっちか。よし。坂っぽいんだけど。普通に行けるみたいですね。またか。よし。今しゃがんでますからね。プリケツ見せてますから。で、ここどこですか？ここですか。ちょうど機銃のある塔の中に入ってたのかな。で、ここを渡っていくと、もしかして扉の向こうに行けるのかな。そうだといいですね。だから、あまり暗すぎて端がわからない。あれ、登れる？いける？ちょっと待って、何にも見えねえし。うわー、ダメだ。飛ばせたいのかな？向こう。ここはなんだ？見てください。あそこにね、レバーがあるんですよ。これをどうにかしろってことですね。ちょっとここはもう、失敗できないんで、まあ、セーブするしかないね。その場セーブの、もう使いどころだよね。バイオハザードとは大違いだぜ。テレビのスクリーンセーバーが。ダメですよ。ここいいとこなんだから、邪魔しないでくださいね。どうしようかな。バックステップ、見えないけど、1、2。おお、失敗、危ねえ。じゃあ早速ね、ロードしてやり直しましょう。よし。おお、片手。なんてことない。よし。ここはどこだ？で、ここはどこだったんだ？確かに、
奇獣のあった塔の近くでよかったんだろうか、場所的に。暗い。階段が上にも下にも。こういう時は上に行こう。いや別に理由はないんだけど、下に行くとね、落ちる可能性があるんで、上に行けばね、あ、違うんだよ。上に行けばまず落ちることはないと思うんで。武器、ショットガン。リボルバーと、このグレネードってどの辺がいいっすかね、使いどころが。なかなかちょっと、使いどころなさそうっていうか、難しそうですよね。ここは帰ってくるようか。じゃあもうちょっと上がっていこう。なんと22分。なんかバイクでも、使えそうな感じの場所。あ、ここ降りちゃいけない感じですね。ねえ、なんかバイクとか使いそうな感じなんだけど。で、問題がね、これ、カンテラ消えちゃったんだけど。カンテラじゃないか、明かりが。やめてくれよ。わかった、おとなしく下行くからさ、ちょっと機嫌直してくださいよ。怖いのダメなんだからさ。いるじゃん。落っこちた。よし。断末魔だけ上げてね、アイテムは上げないっていうか、やめてくださいね。何がある？これバイクで来なきゃいけないとかそういうことじゃないよね。てか、バイクないしね。ちょっと暗すダぎメる。だわ。ダメか。ちょっと暗すぎて何が何だか分かんないし、双眼鏡は使えないとか、フレアが使えない。フレア焚いて、行きましょう。もうちょっと。もうちょっと。なんだこれ。ボーガンの矢？あ、またあれか？またボーガンを使って何かする仕事があるのか？となると、ちょっとまた双眼鏡を使っていろいろ、場所の探索しないとまずそうですね。何分？ 24 分。ボーガン使ったお仕事だったら、ちょっと探したいですね。ちょっとカンテラじゃないや、火が消えちゃったんで、物を探すのが大変そうかもしれないんだけど、一応上まで行ってみようか。ここだよね。ここからなんか狙ったりできるのかな。どれにしてもな、ちょっと暗すぎんだよな。それとも降りていいのかな。降りない方がいいよね、まだ。でもな、ここ多分バイクじゃないといけなそうだよね。なんか狙うもんある？なさそうだよね。帰ったらバイクがさ、用意してあるとかそういう好都合なことはないと思うし、一応セーブして、でも降りるか、もうやれそうなことがないよね。あのボーガンの矢は何だったんだろう。普通にアイテムなのか、それともなんか撃たなきゃいけないものだったのか。でもね、基本ね、なんかバイクっぽいからさ、ここね、ちょうどほら場所も、またバイクでさ、行けそうなところだしね。行けそうっていうか、バイクで来たとこじゃん。バイク乗って行けんのかな？行けるかな？乗り捨てごめんじゃないのかな？あったあったあった、バイク。乗れる？逆か。怖い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 。シャカシャカ音鳴らすのはやめてね。怖いから。あ、ここ売り、あ なんだそれ。
そしたら、俺はどうすればいいんだ？あ、そっかそっか、門開けたから、もうこのまま行けるのか。まだね、虹を持つまではなるけど、ここ、あれ？開いてない。俺、どこ開けたんだ？入り口開けたのかな？ちょっと戻ってみるか。あ、死ぬ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 。ちょっときついですかね、メリーバック。ちょっとこっち台使っていこうか。こっちじゃなくて、なんかね、27分。よし。戻って。でもさ、入り口が開いたとしたらさ、俺はどこから来たのって話になるんだよね。なんか入り口が開いてる。ちょっと謎ですね。よし。じゃあ行くよ。なんだこれ。よし。安全に行かせてもらって。あ、危ない危ない。安全にっつってんだよ。話何でも聞いてねえよ。よし、行こうか。セーブなんかしないぞ。おお、やった、やった。あ、ちなみにさ、これ、ズームレーダー4になって、乗り物のダメージってなくなったんですか？気をつけろ。どこにね、罠が仕掛けられてるか分かったもんじゃないですか。見て。ちょっとここ降りられそうかな。なんかここ登れそう。バカな、そんなバカな。ちょっと、どけっつってんの。よし。レバーですね。一応押しとこう。ね。必要のないレバーはないはずだ。またどこかの扉が開いたみたいですね。真っ暗でね、ほぼ何も見えなかったけど。あ、まずまずまず、あっぶね。また突っかえたわ、なんか。突っかえて永久滑りバグみたいなの。29分か。ちょっとこの辺り、この辺り若干、やめてくれ、このゲームね、突っかえたら最後みたいなところあるかな。よし。アイドン。あれ？あ、もう終わりか。で、あ、ここか？ここが間のか？違うか？違うけど、ここなんだ？押せないか？引けないのか？あ、こっちからか。また俺のちょっと意図した感じじゃないんだけど、まあいいか、一応行ってみるか。ここには何があるんだ？ちょっとコウモリやめてほしいんだけどね。もちろん人間もダメだよ。人間もダメだよ。なんだここ。降りちゃいけないのかな。まあこういう時は双眼鏡だよね。天下の双眼鏡。あ、ここ飛び乗っていけばいいのかな。30分なんで、ちょっとこの辺で、一旦セーブして終わろうと思います。ちょっとね、なんか、酔ってきちゃった。久しぶりに。こう、暗いとね、目を凝らしてみたりするから、体力使うのかな。ちょっとね、疲れてる時のトゥームレイダー4は結構きついかもしれない。1、2、一応ね、ちょっと。あ、いけそうですね。OK。じゃあ次回はここから先、ね、進んでいこうと思うんで、よろしくお願いします。お、なんかあるじゃん。ショットガンの弾かな？もういらないよね、ショットガンの弾も。武器、あ、俺、ちょっと勝手に進んだわ。ね、武器いっぱいあるのにね。まあ、ショットガン使えってことですよね。どんどん使っていくんで。よろしくお願いします。じゃあ今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。鉄レポだ、鉄レポ。